四季大の二刀流スターに敵将も惨事を惜しまない。現地7月7日、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平は、敵地で行われたロサンゼルスドジャースとのフリーウェイシリーズに1番指名打者としてスタメン出場し、3打数1安打1至球。チームが4対11で敗れた中、4回戦闘の第2打席で強烈なライト前ヒットを放ち、 これが3年連続のシーズン100アンダ目となった。フォト、WBC のヒーローはメジャー開幕後も全開。日々輝く大谷翔平が見せる喜怒哀楽の厳選ショット。パート1、前半戦の最終カードを戦っている大谷だが、この29歳が今季ここまで脅威の二刀流パフォーマンスを見せてきたのは周知の通りだろう。投げては17試合に登板し、7勝4敗。 防御率3.32、132奪三振をマーク。打っても、88試合の出場で打率点297、31本塁打、68打点、オプス1.031とハイアベレージを維持し、本塁打王、さらに三冠王も狙える勢いだ。この試合前、敵地メディア、ドジャーブルー、ノマシューモレの記者は、自身のツイッターに、ドジャースの、 デーブ・ロバーツ監督が大谷について再び質問された、と綴り、エンジェルス2連戦を前にした敵将のコメントを紹介。その中でエンジェルスの背番号17には、驚くべき選手だ、と改めて称賛の言葉が送られている。加えて、同カードで、マウンド上での姿を見ることがないというのはいいことだが、彼は打席に立つ、と続け、ファンが彼を見るのを楽しみにしているのは確かだ、と言及した。 やはり毎球会で唯一無二の二刀流を貫く大家の存在は、ドジャースの名称にとっても特別なようで、彼はいつ見てもエキサイティングだ、と感心しきりで話していた。多方面から尊敬と注目を集める大谷。現地8日のドジャース戦では、9演前最後の試合を迎える。厚生黒丸ザダイジェスト編集部。